はい、なんと一発で通りました。嬉しい。30万足すんだったら最初からいいやつ買ってきた方がいいんじゃないかってもう思うんだけど、意外とバーゲンパス、バーゲンパスね。菊神チャンネル始まるよ。はい、おはようございます。ついにね、車検の日がやってまいりました。無事車検取れるかな、心配なのでね、積載車で行きます。よし、あ、まだ前余裕あるね。上げてから調整しましょう。で、前はウィンチかけたシート、いいね。よし、じゃあ書類だ、書類の準備をしよう。はい、ETC カード入れたし、あと書類ね、書類関係、財布、携帯、OK。はい、改めましておはようございます。菊神チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。いよいよね、車検場に向かって走っていきます。トラックをね、借りれましたのでこれから行きます。まあ、あの以前にもお話ししましたが、ちょっと手間がかかりますが、2回を目標にね、やっていきたいと思います。1回で行けたらラッキーだね。ただね、距離がね、片道100キロあって積載車もお借りするので1回行くのにね、結構金と時間がかかります。丸1日と2、3万かかるのかな。できれば1回で取りたいけどね、頑張ってやっていきたいと思います。新規なので仙台ではダメなんだよね、多分ね。ナンバーを取得しないといけないから、宮城県では岩手ナンバーは、岩手県のナンバーは発行できないので、これ岩手県に行かないといけない。一応検査で合格すれば書類だけ もらえればそれを持って盛岡に行くことはできるんだけども、いずれ盛岡には行かないといけないから、最初から盛岡に行きます。もういいんだよね、盛岡。ガソリン安いね、盛岡。159円だって、うち173円だったよ。電気自動車。おー、今日は混んでるね。万が一に備えていろいろグッズを持ってまいりました。これを積み替えておこう。じゃあ書類は OK をいただきましたので、いよいよ検査レーンに入っていきたいと思います。検査レーン多分ね、ちょっと撮影ができないと思うので、ごめんなさい、ここで1回動画は終了になります。はい、なんと一発で通りました。嬉しい。高速道路帰ろうかな、うまくいった。時間押しちゃったからなんですが、新しいね、検査結果通知書をいただきました。うん、じゃあちょっと荷物積んで片付けよう。いろいろね、おかげさまで見てもらったところ、だいね、ほぼよね、予備検していただいてたので特に問題なく
うまく通りましたし、ここだけちょっともしかして頭ぶつけたら危ないかなと思って水道管のやつつけたけど、あんまり関係ないみたいですね。あ、大丈夫。ここだ。邪魔だよね。いっか。よいしょ。車検証入れるとこがないな。まあいっか。後で考えよう。ナンバーがつきました。よかったね。よかったね。帰ろう。よいしょ。オッケー、オッケー、オッケー。オッケーだね。よし、オッケー。どこ行ったんでし。開いた。確認しました。よし、帰ってきたぞ。はい、無事に下ろしました。車検取ってきました。シールね、シールもここに貼りました。それで今回の車検で、車重がですね120キロ軽くなりました。なんでだよ、なんでだ。そしてね、全長が1センチ短くなりました。そして高さが、4センチ低くなりました。はい、お年を召したのでね、小さくなりました、軽くなりました。意味わかりません。というわけですね。で、今回まあかかった費用だよね、車検にかかった費用が、まず検査手数料とかが2500円、それから重量税が37,800円だったかな、自賠責が18,000円ぐらいで、自動車税が22,000円ぐらいで、合計で約80,000円ぐらいだね。それであとね、任意保険に入りました。任意保険、損益損保で、それがだいたいね20,000円ぐらいです、年間で。なので全部でまあ乗るまでに100,000円ぐらいで、今までどのぐらい費用かかったかなと言って、一番高かったのこのタイヤとホイールだよね。これが70,000円ぐらいしたんで、タイヤとホイールがね。であと、ね、いろんな費用がだいたい130,000円ぐらい、部品代とかかかってるから200,000円、それに今回車検合わせて300,000円ってとこですね。今まで買ってきてから、約300,000円でとりあえず乗れるようになりました。安いのか高いのかは分かりません。30万足すんだったら最初からいいやつ買ってきた方がいいんじゃないかってもう思うんだけど、意外とバーゲンバスね、高かったりとかもするからね。はい。保険の有効期間が明日からになります。今日はちょっとまだ乗れません。うん。明日からになるので、いろいろ次ね、で明日はもうキャンバケにいろいろ運ぶ日になってきますので、まあ積載車だな、とりあえず積載車で運びながら、遊んでいきたいと思います。はい、皆さんの本当にねたくさんのアドバイスありがとうございました。おかげさまで一発で通ることできました。うん、やっぱりねこの綺麗にしていくとか、まあ必要かどうか分かんないけど、事前にやっぱりいろいろしっかり準備をしていくっていうのね、大事だなって思いました。やっぱり、あ、ちゃんとしてるなって
思うのと、うわー全然手かかってないんじゃん、見てないんじゃんっていうのだと、やっぱ検査員さんのね、印象も違うと思いますのでね、良かったと思います。メーターとかもあのままで良かったし、ヘッドレストもねやっぱこっちだけで良かったしっていう風な感じです。はい、これからね次のステップ、まず走ってみたいね、走ってみて車中泊行ってみようか。それからいろんな機材を取り付けたりね、またかっこよく天井とかも張りたいよねって言ってたんでね、エアコンもつけたいんだけど、なんかもう涼しくなってきてしまった。どうしよう、先に FF ヒーターかもしれない。はい、ってな感じでまだまだ夢は膨らみます。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。